お待たせいたしました。市民球場です。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は右の沼田、対するスワローズの先発は右のスアレス。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。右の沼田、マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは竹岡。背番号60。第2球投げました。打った。中山ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番太田。太田背番号46。第3球を投げた。打ちました。抜けた。太田、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号7。第2球投げた。打ちました。これは内野ゴロ。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ジャイアンツ、まずはゼロに抑えました。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは雄平。投げた。外角低め。空振り三振。雄平全くタイミングが合いません。次は4球目投げた。直球。空振り三振。2者連続三振になりました。左バッターボックスは6番吉田。背番号66。第9。あっと引っ掛けた。取って、これで3アウトチェンジ。沼田、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは勝木。第9。投げた。ストレート決まってストライク。いきなり150キロ。第2球投げました。ナックルカーブ見送ってストライク。追い込んで第3球を投げました。一つ外したボール。第4球を投げました。打った。引っ張った。ファールボール。第5球投げました。打った。強い当たり、入れば先制だ。さらセンター見送った。ホームラン。先制ホームラン。スタンドへ叩き込んだ。ストレートを狙い打ち。チームメイトが迎えます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは長岡。投げました。三振。沼田、見事なピッチングです。バッターは8番松本。松本優背番号65。第3球を投げた。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは松本。松本直樹背番号32。第4球を投げた。打ちました。取りました。これで3アウト。沼田、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは竹岡。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った。ピッチャー返し。抜けた。竹岡ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは2番太田。太田投げた。キャッチャーへのショーフライだ。取りました。送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第3球を投げた。打ちました。抜けた。センターからサードへ。内川、いいバッティングを見せました。ジャイアンツ同点のピンチを迎えます。
バッターは4番雄平。ひときわ大きな声援が聞こえます。第9球投げた、初球から送ってきました。ピッチャーの右へ転がした、一塁はアウト。送りバントが決まりました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。打ちました、セカンド、これは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。沼田踏ん張ってランナー2人残塁。4回の表が終わって1対0です。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁という場面で勝つ、初球打ち流した、ファール。投球これから2球目、もう第3球を投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、ボールが転がる、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ジャイアンツ1点入りました。2対0。さあリプレイです。バッターは指名打者秋広。第1球投げました、初球ナックルカーブ空振り。第2球投げました、バントした、ピッチャー正面に転がった、二塁フォースアウト、あーっと送球それた、送りバント失敗。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは吉田。第1打席は内野フライに倒れて、おっとデッドボール。バッターは7番長岡。第1打席はスイングアウトの三振に倒れ、146キロ直球、空振り三振。沼田見事なピッチングです。投げました、インロー、空振り三振。沼田見事なピッチングです。バッターは9番松本。第1打席打った、右中間へ持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズファーストランナー残塁。5回の表が終わって5対0です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で勝木、今日2打点を挙げています。第2球打った、これはピッチャー正面、アウト。これでツーアウト。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは竹岡。第3球147キロ直球、空振り三振。沼田3球で仕留めてみせました。空振り三振、バッターアウト。2者連続三振。バッターは DH の内川。第1球打ちました、初球打ち、センターへ飛んだ、センター前に出る、ヒット。内川ナイスバッティングです。左バッターボックスは4番雄平。第3球を投げました、打ちました、湯浅取った、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー内川残塁に終わりました。6回の表が終わって7対0です。ジャイアンツリードで迎える6回です。ここまで2安打勝木、見送ってストライク。さあ次の投球、外角高め、ボール。第3球はスプリットはボール。次が4球目、投げた、打った、これは強烈、いった、一直線場外への特大ホームラン。ソロホームラン、2者連続ホームラン、失投を逃しませんでした。素晴らしい一発をベンチも祝福。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは西田、今日は三振とセカンドゴロ、見逃し三振。沼田ナイスピッチング。バッターは6番吉田、今日はセカンドフライとデッドボール。第9投げた、初球を打ちました、ショート取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番長岡。ここまで2三振といいところがありません。初球を打った、これはヒットになります。長岡いいバッティングを見せました。バッターは8番松本、今日はレフトフライと三振、一塁タッチセーフ。第4球を投げた、アウトロー、空振り三振。バットが空を切りました。7回の表が終わって12対0、ジャイアンツ大量リードは変わりません。スワローズ追う展開で迎える8回です。バッターは宮本。投球これから4球目、打ちました、引っ掛けた、空
勝樹ボールを取る一塁送球アウト。これでワンアウトランナーはありません。打順は1番に帰って竹岡、次が4球目。投げた、打ちました。ピッチャーライナー真正面、これで2アウトランナーありません。引っ張った、1、2塁間の当たり抜いていった。太田ナイスバッティングです。バッターは指名打者内川、今日はここまで3打数2安打。アウトコース低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。8回の表が終わって12対0、ジャイアンツリードは変わりません。ジャイアンツリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている勝樹、打ちました、痛烈右中間、一投入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、落ちるスライダーを完璧に捉えました。選手ホームランでした。さあチームメイトからも祝福を受けます。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは雄平。第3球を投げた、打ちました、三遊間、湯浅掴んだ、記録はヒット。沼田降板、左の大江、今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。第4球は打ちました、湯浅下がっていった、ボールは中継、西田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。初球から打ってった、大江ボールを掴んだ、一塁送球アウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第5球投げました、流し打ち、どうだ、サードライナー真正面、勝利まであと1人。今日2三振の松本、ここまで2打席連続三振。打ちました、初球打ち、ヒット、レフトバックホーム、スワローズようやく1点を返しました。松本タイムリー、ジャイアンツなおもピンチが続きます。さあ6球目、インコースのボール左へ、三塁線フェアだ、ボールは中継、スワローズさらに1点を返しました。宮本タイムリーヒット、ジャイアンツなおもピンチが続きます。第2球投げました、打った、セカンド前方のフライになりました、掴みました、ゲームセット、ジャイアンツ圧勝です。ご覧いただきましたように、本日の試合はジャイアンツが勝ちました。勝利投手沼田、敗戦投手スアレスでございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧